どうもこんにちは、ギタープラネットハイエンドフロアの松本です。いやー、たくさん入荷してしまいました。はい、ジェームスタイラー USA、2本目ですね。で、開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン。ドワー、これは強い、これは強いですね。これは強いです。ロイヤルブルー、なんと2本入ってきました。はい、こちらは HSH ですね。なんかボタンついてる、HSH の、ロイヤルブルー指名になります。こちらもヘッドはマッチングロイヤルブルーですね。はい、いや、非常にかっこいいです。まあ、こちらも軽いですね。軽量で 3.3 キロちょっとでしょうか。軽めの個体になっております。それではスペックを見ていきましょう。はい、同じようにスペシャルエディションと入ってますね。スタジオエリート HD スペシャルエディションでございます。ロイヤルブルーシミアフィニッシュの、ジャパンリミテッド。この書き方がちょっと憎らしいですね。ヘッドはキャンディーロイヤルブルー。はい、こちらのマッチングヘッドですね。ピックアップは HSH 配列で、フロントからレトロ JTS5500。 おっと、スーパー X が乗っております。スーパー X、 皆さんご存知でしょうか。はい、後ほどちょっと詳しく説明しますけれども、はい、でコントロールがですね、通常の HD のコントロール、ボリューム、ミッドブースト量、トーン、プリアンプバイパスボタン、 5A スイッチに加えて、これですね、はい、スーパー X ボタンというのがついております。なんじゃこらって話なんですけれども、一応ですね、このスーパー X というこのリアピックアップが、通常時は、いわゆるスーパー、まあちょっとハイパワーな、まあよく乗ってるやつですけれども、通常時はスーパーが選択されておりまして、こちらのボタンを押していただくと、レトロ、まあちょっとパフ系の抜けの良い、出力弱いピックアップが平らにはあるんですけれども、それに切り替わるというスイッチでございます。シングルコイルになるっていうわけじゃないんですけど、ハムバッカーのキャラクターをこう切り替える画期的なスイッチでございます。ちょっと高いんですよ、オプション代が。はい、まあそれは置いておきましょう。ネックはクォーターソンメープル、シバンがインディアンローズウッドで、ネックシェイプは新59ですね。はい、おなじみの程よい太さのシェイプになっております。ボディはスワンパッシュのソリッドボディで、ハードウェアはヒップショットロッキングチューナーに、ブリッジが G2TS 2点支持のトレモロがついております。いやー、いかがでしょうか。ロイヤルブルーシミアというカラーはですね、非常に年式ごと個体ごとの差が激しいカラーとしても有名なんですけれども、こちらの個体は、いや、ヘッドかっこいい、わーい。はい、こちらの個体はですね、このように、はいはい、シルバーとブルーのコントラストが、先ほどの個体もそうなんですけど、今回のロットの特徴なんですかね、非常にこうくっきりと、あの青とシルバーの境目がしっかりとわかるカラーになっております。どうでしょうか。まあ、ロイヤルブルーシミアというとね、大概スペックが、まあ、通常のスタジオエリート HD で来ることがほとんどなんですけど、まあ、当店何本も何本も販売しておりますから、少し遊び心を利かしたモデルをオーダーしてみました。いかがでしょうか。はい、非常にかっこいい一本に仕上がっておりますね。はい、本日から店頭展示は開始いたしますが、ネットに載るのはちょっとめちゃめちゃ入荷したんで、ちょっと引くぐらい入荷したんで、今日、明日、明日も無理かもしれないんです。はい。気になる方はですね、お早めにご連絡いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。